高宮那須野です。さあ今回ここにおります、魔太鼓の祠、ここにね上級ジョブである魔術師というのがありまして、まあ、他のね、まあ、例えばこことか、これは狩人のジョブがありますね。この8つのジョブは祠行けばもう全部簡単に手に入るんですけど、この上級ジョブ、まあ、全部で4つあるんですけど、これらはまあ、それぞれボスが出てきて、まあ、そいつを倒さないとダメなんですよね。で、それがいずれもなんかラスボスより強いらしくて、まあ、なんですけど現在このレベルでございます。ほんでもうみんなこれ2章なんですけど、まだ2章クリアしてません。今第1章をクリアしただけでございます。その状態で倒したいと思います。まあ、簡単に倒すことはできますできますが、ちょっとお金がいります。まあこんだけあれば大丈夫です。お金の問題さえクリアすれば勝てます。あとはまあ方々回って装備品ですね。今回戦うのは魔太鼓ドライサングという敵でして、属性魔法をいっぱい使ってくるので、こういったやつつけておいた方がいいですね。で魔法防御を上げておく、あ属性防御力ね。でオフィリアさん今狩人にしてるんですけど、後半サミダレアを使ってもらうので、このルーン棒、これエヴァーホルドっていう町で手に入れたんですけど、これ結構大事ですね。他の人の装備品はこんな感じです。でサポータビリティはそんなにまあ必要ではないですね。オフィリアに関してはまあこれどっちも必要なしですね。そんないらないです。まあ、とりあえず今回はお金で解決します。体力17万もある敵ですけど、まあ大丈夫です。まあ、正確な位置はここですね。で一番北かな、一番北ですね。最北端にありますね。魔太鼓の祠。ドライサングさんは、あの魔法をいっぱい使ってくるので、反射のベールっていうのを使えば、その魔法全部跳ね返して、向こうにダメージ食らって倒すということもできるんですけど、そういったのを一切使いません。封印する項目はこんな感じになっております。まあ、今回使うお金で解決する方法があまりにも強いので、こういったのを、まあ、封印するというか別に使わなくても大丈夫ですということですね。では行きましょう。ここは魔術師の守護神魔太鼓ドライサングの祭壇である。たどり着きし旅人よ、失われし魔術師になる資格を問うぞ。では参りましょう。手加減できねえ方でな。はい、このおじいちゃんです。ここからが本番だ。さあどうしましょうか。剣が弱点ですね。剣と槍か。あ槍、うん、最初槍弱点やから千本槍でブレイク取れるかどうか、まあ、取れなくても別にいいけど。千本槍、おっと惜しい。ダメか。あ最初これ使ってくるんですよね。これ強化無効にするやばい技。5ターンの間強化無効になってます。まあ別に強化はいらないですね。さああと1回でブレイク取れますので、まあトエさん槍使えるから行きましょうか。ブレイク頑張ります。はい、それではアーフェンもお金で解決することができる状態にしてますので、ここは BP 回復のザクロ台を使って、これを OK かかってきな。これでフルブーストができる。よっしゃ。でお金解決というのは商人の技、今アーフェン商人装備してますので、傭兵呼び、これの、歩兵、まあ、フルツワモノって呼んでもいいですけど、これ3万円も使うんですけど、書いてある通り大ダメージを与えてくれます。フルブーストを使えば今 4000×4 回のダメージ与えてくれます。では行きまし
やろうどもズバッ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 と素晴らしい覚悟はいいか。さあそして、まあ、オルベリクは盗賊にしております。でブーストかけてこの袋を使いましょう。仏棒ダウン。はい、隙だらけだぞ。それでは、うん、それではじゃあトレサも商人やから傭兵呼びやってもらいましょうか。これをよいしょ。よし、じゃあブーストかけて、で今フクロウで防御ダウンになったので今度はなんと 6000×4 回になります。24000のダメージ。いけ、まあ、基本こんな感じです。こんな感じで勝てます。ブレイク取って小兵を使って大ダメージ。アーフェンは今ブーストできないので、もう小兵を使うのもったいないし、薬師の技で毒にしましょう。まあ、大体の敵は毒効きます。こいつは効くぜ。こいつはもちろん効きます。で一回ブレイク取ると体勢変えるので、それで一つ行動は無駄にしてくれますね。おー、オッケー、覚悟はいいか。風は今オールベリクだけやだと 99% カットしてくれますね。今竜巻のアミュレットつけてたので、それ体勢回で弱点は変わったはずですが、まあ剣はそのまま弱点ですね。さあどうしようか。あ、ほんで今毒1700食らいましたね。ドライサングさん17万なので、その 1% は食らってるというわけですね。このゲームの毒ダメージは敵の種類ごとによって変わります。種類っていうのはまあ種族じゃなくてボス、雑魚、待ち人の3種類に分かれているという感じですね。まあこんな感じです。でボスっていうのは基本的には1回倒したらもう二度と戦えないという敵ですね。で雑魚がでかいんですね。 16% から 17% 前に倒したデザートワーム、あれまあボス並みに強いですけど、強いんですけど一度倒すとまた同じマップにまあ雑魚として再登場するので、まあ一応雑魚扱いなんですよね。だからデザートワーム戦はもう毒だけで倒しました。そういうことはできます。で待ち人は 5% ちょっと小さいですけど、まあ待ち人は毒状態を20ターン維持すれば倒せるし、雑魚敵に関しては7ターン維持すれば倒せるというわけですね。さてオルベリク剣で弱点はつけますが、ザクロでも使って回復させるか。使わせてもらう。私の番。トレスはどうしようかな。まあ毒にしましょうか。はい。それでは。でオフィリアはまあ回復するか。癒しの奇跡を与えたな。さてと。でアーフェンは調合を使います。で今雷と風が弱点になってますので、この超激物の素材と今ブドウの樹液いっぱいあるからこれ使いましょう。超激物の素材とこの風属性、まあ属性攻撃やると3回やってくれます。どうよ。オッケー、素晴らしい。もう一回いけんのか。うん、オルベリク回復 BP の回復いらんかったかな。まあもう一回やるか。もう一回やりましょう。どうよ。オッケー、また風か、ありがたい。行きましょう。じゃあオフィリアは、オフィリアはもう風の精霊石使おうか。これでブレイク取れるし。受けなさい。ほいっと。ここからが本番だ。なオルベリクさんは、じゃ BP 回復特大をトレサに投げてと。さあどうする？でまた傭兵呼びね。まあ傭兵呼びでまあだいたい24000のダメージ与えられるということなので、傭兵呼び小兵、7回とあと毒ダメージでもう倒せちゃうということですね。はい、お金に頼みしないわ。よーし、私の番。あ、ほんでもしね、あのトレサがまた傭兵呼び合って攻撃して、次の次アーフェン攻撃できますよね。それやるとさすがにもうドライサングさんもう瀕死になってしまうので、その状態で今次のブレイク回復してしまうと、今度は属性超絶化やったかな、
だからそういう技使ってきて、ほんで今度は超絶特大魔法っていうのをやってきて、今まで3回しか当たらなかった魔法が今度は4回当たるようになるので、それやられるとさすがに死んでしまいます。なのでまあ調子に乗らないようにね。まあ今ちょうどトレサーさんは BP ないので別に構いませんけど、じゃあ今集金できるかな。 58% かやめとっか一応盗み、集金できると4万円いただけるんですけどね。まあ BP 回復しとっか。オルベリクさん基本やることがないが、まあ袋を重ね掛けしとっか、いらんと思うけど。好きだらけだぞ、かかってきな。アーフェンは傭兵呼び、やろうども。負けません。ドフィーラーさんは回復と。癒しの奇跡を与えたな。で次は何やったかな、弓と、弓は分かるけどもう2つ、あ光と闇か、弓と光と闇ですね。ていうことはオルベリクは今持ってる武器では何も弱点はつけませんので、精霊石を投げるか BP 回復するかか。じゃあアーフェンを BP 回復。トレッサーどうすかな。まあこれ攻撃しとくか。よっしゃ、もっとやっとけばよかったかな。まあいいか、アーフェン回ってくるしな。ほんなら超合超激物で光か闇、よしこれいこう。どうよ、オッケー、負けません。そしてでオフィリアさんはサミダレアを使おう、狩人にしてますので、これでブレイク、まあ無理か、さすがに無理だな。あー惜しい、惜しいな。かかってきな。オッケー、次でブレイク通れます。ほんなら調合せずこれでも投げようか。えい、どうよ。お、今光った、当たりが出たな。覚悟はいいか。さあまあもう終わりやな。うん、あと小兵を3回呼べばいけるから、うん、もう勝ちましたわ勝ちました、勝ち確定です、勝利確定でございます。あ、もう適当にか、はいはい、もう勝てますわ。トレサスさん、あ、待てよ、まあいっか、集金したかったけど、今手数的に無理やなしゃあないな、まあいいっしょ、また歩いてリーナで稼ぎまくりますわ。はい、お金に頼むしかないわ。じゃん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 と行きましょう。ほんならトレサさん BP 回復、はい、これを。行くぞ、あとは適当で、よ、行くよ。 あれ瀕死っすか、あれ数1回、ま、数え間違えてる、ひょっとして盗めっかな、盗めんじゃね、やってもいいか、 NHK しちゃおうか、ちょっと数え間違えた、これでも 98% か、ほい、もう大丈夫っしょ、それでは大丈夫っしょ、なあこれ使おう、ほい、さてこれで外に向けるっしょ、はい、やっちゃって、とどめ刺っちゃって、いけい、じゃん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 、よーし、オッケーオッケー、出直してきな、ちょっと計算間違えたかはい、倒しました、やりました、やったぜ。
まあ、とりあえず金に糸目をつけなければこうやって簡単に倒すことが可能でございます。はい、ありがとう。まあありがたいんやけど、ありがたいんやけど、リセットします。いらねえ。いや、いらねえっていうことはないですよ。いや、欲しいですよ。欲しいけど経験値がいらない。あんまりレベル上げたくない。なので、まあリセットします。で、魔術師さんはこの特大っていうのを使えるんですね。3回与えてくれるやつ。本来ドライサングさんがあの本気出すと使ってくる超絶特大っていうのは残念ながらこれでも使えないんですけどね。まあ、ほんでジョブっていうのはあのジョブポイント貯めまくるとこの奥義っていうのを使えるんですけど、魔術師の奥義は3ターンの間属性攻撃クリティカルの効果か。属性攻撃はクリティカル本来ないんですけど、それをこの奥義は追加してくれるというわけですね。ジョブポイント全然足らんからちょっと試せませんので、ちょっと残念ですけど、まあ本当は言うてあのデザートワーム戦で、まあ、実はあの摩訶不思議の舞使って JP100 倍にして本当は奥義とか覚えちゃってるんですよね、本当はね。うん、こんなん覚えちゃってるんですよ、本当は。覚えちゃってるけど、うん、こんなん覚えちゃってるんですけど、まあいりませんでした。ほんまいると思ったんやけど、いると思ったんやけど、あまりにもあの公平が強すぎて結局いらんかったということです。本当は使おうと思ってたんやけど、この人ね、セントブリッジにいる心配性の男っていう人、この人ディフェンスダウンっていうのあって、まあ、物理防御と属性防御を下げてくれるんですけど、まあ、使わんかったな。盛り上がってきたじゃねえか。跳ね返します。私の番。よせん。悔しい。終わり。諦めないで。これを。これを。ほらよ、これを使え。聖火神エルフリックよ。ブタオキシルティージよ。私に来てください。跳ね返します。跳ね返します。上がってきな。また一つ強くなる。では本日はここまでです。ありがとうございました。それではさようなら。